んだよ、このでっかいボックスの方を作ろうかな。うわすごい汚い、もうここら辺すごい汚いですわ、ここら辺すごいもうもう汚いですわ。映画の発狂が始まっちゃったし、もうやばい無理やこれとはね、部屋汚いの耐えられないもんな、ちょっと耐えられないところもある某団長の噂のああいう汚さちょっと無理かなっていう。某団長の汚さ、うん、某でもなんでもないもう一人決まっちゃってるやん団長っていう。いやなんかでもトアが行った時は全然綺麗だったんだけど、なんか汚いみたいなので、うん、すごいなんか自分でもネタにしてたよ、配信とか見ててもさ、そんなやばいんだって思ってたんだけど、で行ったの、その後だから結局団長の家行った時に全然汚くなくて全然綺麗やんって、でその後スバルちゃん家行って、汚いなっておいなんでスバルを俺使ったんだ、意味が分からなかった、スバル後ろからスバル今、うん、でもトア優しいから毎回片付けてくれるやん、いやなんかもうなんか違う、なんか違うんだよ、なんか話しながらこの話してる時ってさ手がフリーやん、フリーだからなんかしてあげようかなと思って畳んだりするわけ。いやもうママなんよすごいそうだからね、洗濯物とかね掘ってあるんだけどね、トアが片付けてくれるんだよね、めちゃめちゃ優しいじゃん、やばくない、だって汚ねんだもん、おい今全然話にしようとしてんのに暴言挟まない、チクチク言葉やめてくださいあごめんごめん突然だよ、団長の話だったのに急にスバルの、ね、いやだから結局はだから結論言うと団長の部屋は汚くなかったっていう話、これが不意打ちか。